おはようございます。11月4日、10時2分、モーニングショットをお届けしたいと思います。本日、ドル円でございますが、113の9585で買いから、113の65にストップを置いて、114の2535で利食いをイメージしてみたいと思います。まあ、できれば114円の30台まで引っ張りたい、そういう方向性で見てみます。ユーロドルはで買いから、 1.1560でストップ、1.163040で利食いを、ユーロ円は132円3020で買いから、132円ちょうどでストップ、132円の7080利食いを、ポンド円は155円8575で買いから、155円55ストップ、156円4050利食い。 タイドルは1.366555階から1.3630ストップ1.371020リグイ。OG 円は84の8575階から84の50ストップ85円4050リグイ。タイドルは0.744030階0.7410ストップ0.74950.7505でリグイ。 ニュージー園は81円5545で買いから、81円20ストップ、82円ちょうど10利食いタイドルは0.714030買いから、0.7115でストップ、0.7195、0.7205で利食いのイメージを作りました高値は今114の1号まで擦っておりますやはり顕著な値動きだというふうに思います テーパーリングについてもまあ予想通りでございましたし、えー、政策金利は現状維持と、これも予想通りでございます。まあ、1回、利食いが入ったものの下値はやはり固く、えー、113円の8丸割れで止められてしまい、そこから切り返しての高値の22、でしかも今日はまだ1号までしかつけておりませんが、えー、どちらかというと、下で買いたい連中が113円台の5丸を固めるようなイメージで見ております。 えー、また本日何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。えー、本日のモーニングショット、この辺で終了です。